皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回はめちゃくちゃ SNS で話題になっている中国のコスメズーシーの貯品をゲットしたので早速開封していきたいと思います。それではスタート。ズーシーっていう中国のコスメがあるんですけど、もうねこれ SNS でバズってたんです。大英博物館シリーズなんだけど、大英博物館以外にもコラボ商品があったので、大英博物館以外のシリーズもちょっと買ってみました。最近めちゃくちゃバズってたのがこれなの。これでアリスドリームランドシリーズっていう、まあ、アリスのねシリーズなんですけど、これがね何がバズってたかっていうと、こういう感じでまつげにキラキラとねラメがつくそうなんです。これがね最近めちゃくちゃバズってたのよ。やっぱねこのマスカラめちゃくちゃ私気になったんですよね。でこの3種類なんですけど、まず1つはこれはバーガンディのお色、これはね多分ラメがないんだけど、バーガンディのマスカラを使うとすごく目元が優しい印象になるので買ってみました。この2つがねキラキラのシリーズなんですけど、これがロストスターって言って、これは金色のラメ、金ラメです。でなんかねブラシがねめちゃくちゃ短い、だから塗りやすいんじゃないかと思います。でこっちがオーロラ、これはオーロラのラメなんです。これは結構可愛いんじゃないかと思う。これはまたね別にレビューしてみようと思う。いやーいいね、やっぱコスメでさちょっと変わったやつとか見るとめちゃくちゃワクワクするんだよね。超楽しい。次ででん、これはピカソとのコラボです。え、なんかさアートとさコスメコラボってさめちゃくちゃ良くない？なんかあと初めて聞く気がする。そんなことないか。ピカソの絵ってさ色鮮やかだからさコスメとかすごく合うよね。でこれはねピカソベルベットマットリップスティックっていう商品なんだけど、今ねちなみにつけてます。でこれ、ね、中身もめっちゃ可愛いの。ででん、キラキラなんですよ。見てください、これ見えるか、見えるね、キラキラしてるの。やばない、やばない、かっこいい、かっこいいな、もはやさかっこいいな。エジプトのシリーズだとリップにねなんか名前が出てこない、エジプトのやつ、ギルガメッシュのやつ、ギルガメッシュのやつ、それがね書いてあるんだけど、ズーシーのコスメめちゃくちゃ全部可愛いんだわ。アートとかね好きなので、なんかもっとこういうのとコラボしてほしいなと思った。え、可愛い、めっちゃ可愛い、テンション上がるね。はい、で次はね最後のシリーズというか商品なんだけど、これが私がめちゃくちゃ気になってたものなの。この見て、これわー可愛い、うん、やばいね、可愛い。エジプト大好きなの。これギルガメッシュが好きだからとかじゃないね、ハムナプトラが子供の時から好きなの。エジプトってキュンキュンするんですよ。まずこれがパウダー猫、猫だ、猫猫、あ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、可愛いな、やばー、うわやば、なんかさアイテムを手に入れてしまったみたいな、わーみたいな感じ、すごいすごいすごい、こんな可愛い、使えないよ、うわーこれ見えるかな、すごい凝ってんねー、可愛いね、消えちゃうじゃんこれ、使えないよ、わー待って、めっちゃ私テンション上がってるね、すごい嬉しい、かわいい、いやかわいい、かわいいな、やっぱ、飾っときたいこれ。次の2つはアイシャドウパレットの、アイシャドウパレットだよ。でこっちが1番、こっちが3番、どうしよう、まあこっちが多分私絶対ねデザイン好きだし、ちなみに今回このアイシャドウパレットでメイクしたんですよ。じゃあ開けてるの、あーよい、見てこの、しかもねこれ立体なの、立体なのよ、わーすごーい、開けてもびっくり、見て、あーすごい、かわいい、これもう一生発さない、色味見て、あーかわいいね、色味もかわいいのね。ここのラメちなみにめっちゃ好き、星がついてるよ。韓国コスメと比べると若干サイド高めって感じじゃない？だから微妙にサイド高いっていうイメージだわ。これ、ね、今ね中国メイクも流行ってますからね。なんか私これずっとね大英博物館行かないと買えないと思ってたんですよ。次ラストです。キャー猫ちゃんだ、今あくびが同時にやばい、もう息でちょっとパニックだ、かわいい、めっちゃ可愛いんだけど、ちょっとこの動画出すのにズーシーの
レビューみたいなのね、他の方の見たんですよ。でもここまで発狂してる人いなかったわ。通信をあの開封で発狂するあの YouTuber としてみんながあの認識していただいて構わないので、パチャパチャパチャ、あ、やばい、もうやばい。ちょっと落ち着こう。落ち着いて開封していきます。あ、かわいい。うわー、すげえ。めっちゃサンセットだ。すごいね。なんかさ、こういう色味ってさ、自分のお母さんが持ってたデパコスってこういう色してたのよ。なんかかわいい。え、なんかここら辺とかどうやって使っていいか分かんない。ここら辺はね、オレンジ系は使えそうだね。尊いわ、尊いわ、かわいいな。美人なの、この子美人。やばいな、私想像だね。大英博物館超行きたいわ。やばいね、大英博物館実際行ったらさ、おかしくなっちゃうだろうね。もうクレイジーだよ、クレイジー、クレイジージャパニーズ、ジャパニーズピーポーウェイで、この金ピカたまりません。やばいわ、これ飾っとくね。私幸せだわ、めちゃくちゃこれ寿命伸びたわ、マジで。はぁ、まあ、はい、ということで今回はズーシーのずっと気になった大英博物館のシリーズ、アイシャドウパレットとピカソの口紅、そしてキラキラキラなマスカラをどんな感じのものだよっていうのを紹介してきました。実際メイクしてみたみたいなのはまた次回動画にしていこうと思うんだけど、これはね、確実に動画にすると思います。やばいやつってことがね、この動画で分かったかと思います。ほんと好きなのよ。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいと思ったらチャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。ではではゆりっぺでした。バイバイ。